エドガルド・バウサは、アルゼンチング・ラナデロ・バイゴリア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。元アルゼンチン代表。1977年から1982年まで、CA ロサリオ・セントラルに在籍し、プリメーラ・ディビシオンで2度の制覇を経験。ディフェンダーながら310試合で80得点を決めた。 1983年にコロンビアのアトレッティコジュニオールへ移籍し2年間プレー。その後、CA インデペンディエンテを経て1985年にロサリオセントラルへ復帰。キャリア晩年にはメキシコのベラクルスでプレーし、1991年に現役を引退したアルゼンチン代表にも選出され、1990フィファワールドカップでは準優勝を経験。 1981年から1990年までの間に3試合に出場した。1998年にロサリオセントラルの CEO を務めた後、1999年に監督へ就任し2001年までチームを率いた。その後は CA ベレスサルスフィエルドと CA コロンの監督を歴任した。テレビ解説を務めていた2003年に、 ペルーのスポルティングクリスタルの監督に就任。就任から6ヶ月でチームをペルーリーグ優勝に導いた。その後もクラブを率いたが、成績不振に陥り2005年に退団。2005年に CA コロンへ復帰した後、2006シーズン途中にエクアドルのルジュ・キトの監督に就任。2007年にはエクアドルリーグで優勝を果たした。2008年には、 コパリベルタドーレスを制覇し、エクアドルのクラブを国際大会で優勝に導いた、初の監督となった。なお当時のチームには、エンリケベラ、ルイス・ボラーヨス、ホフレ、ゲロン、ホセ・セバージョスなどが在籍していた。フィファクラブワールドカップ2008では準決勝で、北、中米カリブ海王者の CAF、パチューカを0-2で破り決勝を進出を果たしたが、決勝で、 欧州王者のマンチェスター・ユナイテッド FC に1-0で敗れ準優勝に終わった。大会終了後に辞任を表明。キトでの活躍が評価され、2008年度の南米年間最優秀監督賞を受賞。その後サウジアラビアのアルナスルを短期間引き、2009年にコパス・ダメリカーナを制したホルヘフサッティの後任として、キトの監督に復帰。2010年には、 レコパスダメリカーナとエクアドルリーグの2冠を達成した。2013年 c a サンロレンソに入団。翌年のコパリベルタドーレスではクラブを史上初となる優勝を達成し、自身は異なる2つのクラブをリベルタドーレス優勝に導いた監督となった。FIFA クラブワールドカップ2014では準決勝でオセアニア王者のオークランドシティ FC を撃破したが、 決勝の欧州王者レアルマドリード戦では0-2で、敗れた。2015年12月17日、ブラジルのサンパウロ FC の監督に就任したが、半年で退団した。2016年8月1日、アルゼンチン代表の監督に2年契約で就任。ナショナルチームで指揮を取るのは初めてであった。しかし 2018W 杯。 南米予選では4試合を残して5位に位置する不振に陥り、2017年4月10日に解任された。アルゼンチン代表解任後の2017年5月11日に、アラブ首長国連邦代表と1年契約を結んだ。2018W 杯、アジア予選にて3試合を残して4位に位置する中での就任だった。就任後初戦の対戦では痛恨のドローを喫し、二戦目の サウジアラビア戦には勝利したものの、最終戦のイラク戦でも敗北し、ワールドカップ出場を逃した。アラブ首長国連邦を率いていた2017年9月14日、2018、FIFA ワールドカップ出場を決めたもののウェルトファン・マルワイクを解任したサウジアラビア代表の監督に就任。就任後に行われた5つの親善試合では2勝3敗の結果だったが、 直近2試合の親善試合にて得点を奪えなかったことを理由に11月22日に解任された。2018年5月、2001年以来17年ぶりに CA ロサリオセントラルの監督に就任した。ありがとうございます。